世界の皆さんおはようございますこんにちはこんばんは中島めぐみです今日は中島めぐみの進化論特別番組今伝えたい思いをお届けしますこの度の東北地方太平洋沖地震に被災された皆様へ心よりお見舞い申し上げます今依然として日本は大変な状況が続いています 被災地の方々に安心して過ごせる日が一日も一刻も早く訪れるように心から願っていますそしてそのために何ができるかというところでこの進化論でも特別番組を収録そして配信することにしました、えー、今日本中で勇敢にこの現実に立ち向かっている方々がたくさんいますそして 世界中から日本に応援の声が届いていますそれを私はこう報道だとかテレビだとかを通して見て自分自身が勇気づけられてしまいましたなので私として何かできることはないだろうかと考えてこの特別番組を収録したいと スタッフさんに伝えたところ快く OK してくれてそしてメッセージを募集したらすごくたくさんの皆さんからメッセージをいただくことができて本当にてててのの皆皆ささんんに感謝しいいますすおででできている番組です今日は東日本にいるリスナーの皆さんそしてそのご家族の皆さんご友人の皆さんそして今この現実に立ち向かっている すべての皆さんへ進化論を通じて、少しでも勇気づけられるメッセージを伝えたいなと思っています。今日はオールフォーワンとなって、中島めぐみの声でお届けします。中島めぐみの公式サイトでも募集させていただきました。今伝えたい思い、本当にたくさんのメッセージをいただきました。本当にありがとうございます。 日本中からそして世界からも今回メッセージが届いたのでたくさんのできるだけたくさんのメッセージを伝えたいと思います自分はまだ高校生なので募金や節電などで被災者の皆さんに協力することしかできませんですが少しでも被災された方のためになることを祈っています 何事にもくじけずに頑張っていきましょうラジオネーム虹色めぐめぐさんからです私の今伝えたい思いはたくさんの感謝です今回の震災で自分の住む街は電気水道が止まりいつ来るかわからない余震に怯えながらの毎日でしたそんな時自分を支えてくれたのは 近所の方たちとぐさんのブログでした。普段はあまり交流のない人もたくさん話しかけてくれてすごく元気になれたしまめぐさんのブログにもすごく励まされました長くなりましたが今伝えたいみなさんありがとうたくさんたくさんありがとうララジオネーム、ラグさんからです。自分が今伝えたい思い それはやはり人は温かいということです最近は毎日のように一つの思いを胸にみんなが動いています日本国内だけでなく世界の至るところ本当に何か力になりたいという人の温かさを感じます同じ空の下にいる仲間に少しでも温かさが届いてほしいですラジオネーム の階段さんからです私は海外の人です。一度しか行かなかったけれど、日本を本当に好きです。地震と津波のニュースを見た、本当に心が痛みます。日本の美しい景色と優しい人々、すごく好きです。海外にいるけれど、毎日、心の底から日本の回復を祈っています。一日も早く、 行方不明の人を見つけ出せるようにそして皆様が一日も早く日常に戻れるように愛には国境がありませんこんな時だからこそみんなの力を合わせて助け合いたい助け合わなければならないと思います日本は一りぼっちではありません世界の皆さんも日本のために祈っていて日本を手伝いたいと思っています めぐみさんの歌の中の優しさのように温かい愛を被災地に送れることを祈っています。日本頑張ってラジオネームジョニーさんからです。こんな今だから思います。命は自分だけのものじゃないと。多くの人やいろんなものに支えられて今の自分がいるんだと強く思います。今自分にできることは限られています。でも、 できることをやろうと思います家族を大切に自分を大切に命を大切に前を向いて今できることをやっていこうと思いますラジオネーム MG さんからですたくさんの問題を抱えている中で私が震災前と同じような生活をすることは許されるのだろうかと考えてしまうこともありました でも、それらの問題をずっと考えて、自分じゃない生活をしたら、きっと自分を失うことになると思います。こんな状態だからこそ、自分を失ってはいけない。これは、誰にでも共通すると思います。皆さん、どんな環境にいても、決して自分を捨てないでください。私がこんなこと言っていいのかと思いますが、自分だからできること。 みんなが全力ですれば必ず未来は見えてくると思います。明日のために自分だからこそできることを、そして自分を強く持ってみんなで助け合い乗り越えましょう。ラジオネーム、きかこさんからです。私が伝えたい思いは、この震災のことを絶対に忘れないということ。 報道が少なくなっても、時間が経っても絶対に。被災地には、まっすぐ前を見て、進んでいこうと力を合わせている人たちがたくさんいることを絶対に忘れません。長期的に被災された方々を私たちが支えていきたい。コツコツ無理せず募金をしたりとか、東北のものを購入したりとか、そんなことぐらいしかできないかもしれないけど、今だけじゃなく、ずっとずっと。 みんなが笑顔で安心して暮らせる日まで少しずつでも手伝いをしていきたいですこの他にも本当に本当にたくさんの愛ある温かいメッセージをいただきました本当にありがとうございます今中島めぐみとして皆さんに伝えたい思いはそうですねやっぱり 誰も一人じゃないってことです。今、どこにいても、離れてても、もちろん近くにいても、距離は本当に関係なく、思い合う気持ちだったり、思いやる気持ち、愛情、誰かを大切に思う気持ちがあれば、その気持ちで、 寄り添うことができるって私は思います。今私にできることは本当に小さなことというか今すぐ大きなことにはならないかもしれないし些細なことかもしれないけれどそれでも自分にできることをこれから一生懸命探して考え抜いて 積み重ねてていいいきたいと思っていますだからこそ日々を大切にそして自分の近くにいてくれる周りにいてくれるそして遠くからでも思ってくれる全ての人たちに感謝をして大切にそしてこうしてみんなに声を届けることができるっていう。 今に感謝して自分の声で言葉で歌でみんなに思いを伝えるそして少しでもいい一人でもいいから小さな勇気をプレゼントすることができたらなと思っていますそれが中島めぐみとしてそして一人の人間として できることかなって思ってて思いますこれから未来が明るくなりますようにという思いを込めて皆さんからの今伝えたい思いのメッセージを今日はお届けしましたそして今日はですねみんなからのメッセージとともに歌を 届けたいと思います人はみな飛んでみたいのに重力に騙されてるんだ誰も本当は飛べる 「君が部屋の隅っこしまい忘れた」「あの一輪車誇り払い昔みたいに乗ってみよう」 もう一度。ありがとう。て君に言えたら。ありがとう。て君が笑えば行ったり来たり。楽しくなる。君が大好きになる。 心配なんていらないよ。一緒にいるから。